今回も吉田隆先生、水野昌司先生とコラボをしていきます。今日のテーマはですね、年代別教師修行のポイントということで、これ実際に私の方にそういう質問も来ていたので、まあ、せっかくじゃあ3人でお話できたらなと思って企画しました。で、前半、まあ、1回目、2回目と2回分けようと思うんですが、1回目が20代、30代、で、次回が40代、50代ということで、やっていこうと思います。はい、それではですね、20代、30代とどんなことをポイントに教師修行をしてきたか、あるいはしていくのがいいのかということについてお話しください。じゃあ、吉田先生からお願いしてよろしいでしょうか。はい、僕はですね、まず、若手なのでね、任された公務文書を全力でやるということですかね。私は20代は体育主任だったので、もちろん学校の体育っていうのも大事だったんですけども、連合体育大会だとかね、水泳大会だとか、機械運動交換会とかっていうのがありました。それからね、全国少年少女リレー競争大会、全国大会にね、大きい学校だったので連れていくだとかっていうのがあって、それに全力をあげましたね。だから陸上練習の本だとか、機械運動はもうアップしましたけども、機械運動系もね、一生懸命勉強して結果を出すということに夢中になってましたね。はい。それでありかつ、一番やっぱり若い人に頑張ってほしいのは研究事業を引き受ける。もうこれで自動的にね、実力はつくと思います。研究事業を例えば9月10月に引き受けて、もう4月から準備にかかると。それはね、かなりしんどいんですけども、目的があると若い頃ってエネルギーがあるのでね、本屋にね、飛び込んでね、たくさん本を買い込んでってやりましたね、若い頃は。はい。そのトスとかね、教育技術の法則化運動入る前から、そういうふうにしましたね。はい、以上です。連続で聞いた方が流れが分かると思いますので、30代もお願いします。30代になってからは、もうその頃はトスにも入っていたし、やっぱり自分の専門、何で、専門性を伸ばしていくかっていうことに興味があって、20代から30代の前半まではね、小学校の教員だったので、授業としてはね、国語算数に力を入れたんですけども、30代から社会科に力を入れようというふうに決めて、社会科の授業記録を残すっていうことに絞りましたね。はい。そういう絞り込んだ勉強の仕方をしました。はい、ありがとうございます。もうぜひ40、50と続けて聞きたいんですが、それはじゃあ次回ということでよろしくお願いします。じゃあ、水野先生の20代、30代教えてください。まあ、私自身でもあるんですけども、これからの今の先生方にもっていうことで、考えました。まず20代はこれ、教師ですからね、どの教師にも共通です。読み書き計算の学力保証ですね。保証の保証はこっちの保つの証ですね。これはもう責務、責任があるってことですね。どの教師にも。小学校だけじゃなくて、中学校の先生は、中学生でも掛け算九九がまだ曖昧だとか、筆算がね、まだ曖昧だとか、たまにね、そういう生徒さんいますからね、もう、絶対何が何でも力をつけてあげないといけないのが読み書き計算ってとこですね。読みってのは音読のことですね。音読のさせ方のパターンは、まあ、小学校の教師なら少なくとも100パターンぐらいね、いろいろ出せる、繰り出せるぐらいの力が必要だと思いますね。音読みとかね、いろいろありますけどもね。どうしてたくさんの手段を読ませ方が必要かというと、音読には緊張感必要なんですね。緊張感を持たせるためには、マンネリだとダメなんですね。だからいろんなその場に応じた、あの手この手で繰り出せる力ですね。書きっていうのは漢字ですね。漢字のテスト、小学生だったら、毎回全員100点取れるくらいの、システムを作んないといけないと思う。それには、教材、プラス、その教材の正しい使い方、ユースエアって言いますけどもね。私はずっと赤根っこ漢字スキル使ってきましたけどもね。もう、これはもうほぼ95点ぐらい。もっとですね、98点ぐらい平均、学級平均いきますから、どの先生であって、若い先生、20代の先生であっても、学校でそういうのを共通して取り組めば、可能だと思います。使い方も大事ですね。それから計算は、計算練習の時間を、学校にいるうちに確保するっていうのが大事ですね。宿題で出して、力をつけようとかっていうんじゃなくて、いかに授業中に、力をつけてあげるかっていうのが、大事かと思っています。
以上です。あ、30代もですね。はい、30代お願いします。30代は、これも私も現在の教師も共通だと思いますけど、最先端の教育課題に取り組む最先端ですね。現在であれば、読解力ですかね。日本の読解力、子どもたちの読解力落ちてますし、情報読解っていうのが非常に重要になってきてますからね。いろんな情報が、形がね、数年前と変わってますからね。そういうところに取り組む教師であってほしいなと。私が30代の時はそうですね、エネルギーとか環境とかありましたね。今でこそ SDGs とかね、皆さんね、広がってきましたけど、当時20年くらい前からもう学校教育の最先端課題でしたね。地球温暖化にどうやって取り組むとかね、エネルギー問題とかね。そういうふうにアンテナを高くして教師でない、教師っていうのはね、そういう世の中の動きを常に把握してないと子どもの前に立てないと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。まずですね、20代は、まあ、自分もそうだったんですけども、あまりいろんなこと考えずにがむしゃらに実践をしてた時期です。ですので、まあ、何かこう行動するのが20代っていうふうに思いますね。で特に当時私が教員になった前の年から教育技術の法則化運動が始まって、追試っていう文化がかなりこう入ってきたので、まあ、とにかく追試をしまくりましたね。こんな面白い実践があるんだって言うんで、やっぱり追試をすることで授業というものが分かってくるので、まあ、できるだけたくさんの本を読むと同時に、実際に追試をしていくということをしていくといいと思います。20代は。で、先ほど吉田先生もおっしゃってましたけど、それをまあ研究授業という形にすればより真剣にやらざるを得なくなるので、まあ勉強になると思うんですね。ですからまあ研究授業は勝手でもやれっていうのは、まあ、いくつになっても同じだと思うんですけど、特に若いうちはですね、進んでやっていくといいのかなというふうに思いますね。でまあ20代も後半になってくると、だんだんその、まあ、自分のやってきたことがこう少し実践として溜まってきますので、まあ、そういうものをですね、いろいろな研究会に参加して発信するとか、まあ、そういうことをしていくと、また違った何か教師人生を迎えられることになるかもしれませんね。私もそういうふうにしていて、雑誌の原稿なんか書かせてもらえるようになりましたし、また違った意味で公の場に発信できるようになっていきますので、そんなふうにしていくといいんじゃないかなと思います。で、30代なんですけども、30代は、まあ、その追試で培ったこの授業力だとか教師力というものを、今度はその、ある程度オリジナルですね。自分のオリジナルを少し出していってもいいんじゃないかなと思います。私、オリジナルが好きだったので、割と若い頃から意識してやってきたんですけど、まあ、下手するとそれは我流といってね、自分だけが思い込んでやってるような実践になってしまいますので、まあ、20代でしっかり基礎を積んで、30代は少しオリジナルを意識していくというふうな形がいいと思います。もちろん、追試もしながらですよね。で、だんだん、私の場合30代はもう研究主任とか、そういう主任系をいろいろ任されるようになりましたので、そういう仕事を中堅としてやっていくような、まあ、授業のことだったら少し若い先生にリードできるような、まあ、そういう立場になっていけたらいいのかなというふうに思いました。まあ、20代は学級中心で、30代になると少し学年中心的になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。はい、ということで、皆さん何か参考になれば参考にしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。